皆さんこんばんは。こんばんは。シャレコアのお時間でございます。やってまいりましたね、今回もシャレコアですか。毎週土曜はシャレコアの日ということでね、はい、お届けしますね、毎週もう長いことやってますけど。でね、はいはい、今回なんですけども、うん、まあいわゆる心霊スポットでアーダーコーダーみたいな話ってね、うん、まあ、実は怪談でもあるじゃないですか。たくさんありますよそういう話は。その冒頭って、うん、お決まりの、まあ、セルフというか、はい、まああるんですよ言葉が、うんうん、丸々のスポット行こうぜ。あ、言い出した。このこいつはこいつに怪異絶対巻き込まれる絶対にこいつは怪異に巻き込まれるでしょ。言いますね、そういうやつは、ね、みたいな話です、はいはい、なるほど。そう、そういうことなんですよ。暇を今回の持て余した若者たちがたどり着く先はどこなんでしょう。行かなきゃいいのにっていう話ですよ。だからもう斬新なの作ってほしいよね。ちょっと今日暇だからどっか行こうぜ。いやそれやめようよ、もう今日はもう家でいようよって言って、うんうんうん、終了。いや終了やん何がおもろい何も生まれへん。心霊スポットに行こうとして行かなかった若者。いけいけいやいや、その後多分友達とゲームして終わるよ何が面白いんですか。行ってください今日、行きますよ、はい、ということで今回のシャレコアは、うん、旧〇〇堂です。なるほど。これは私がまだ学生だった頃、うん、今から7年前に体験した話、うん、未だにこの記憶は脳に刻み込まれていて、風景、言葉、感情、もうありとあらゆるもう詳細に至る、ことを思い出すことができるんですよ。で、夏休みを持て余していた私へですね、はい、友人 Y から、うんうん、暇だから旅行に行かないか誘われました。もうフラグの言葉だから笑っちゃうんだろ。ごめんなさい、申し訳ないけど。まあね、僕が言ったのは心霊スポットに行かないかなんですけど、はい、まあ、この旅行に行かないかもフラグです。絶対旅行先あるじゃん、なんか。そうなんですよ。はい。ね、で、こうね、誘われたんです、うん。電話でね。で、暇はあっても金がないんですよ。まあまあ、なるほど。うん。でも、海に行こうぜ、みたいなノリになってるから、海は行きたいじゃないですか。そうですね。うん。で、せっかく行くんやから、はい、もうちょっと10日ぐらい遊びてえな、みたいな、うんうん。金がないやつほど長めの休みを取りたがるんでね。ロングバケーションをね、取りましょう、これは。そんな我々が考えついた旅行のプラン。はい、砂浜で野宿、うん。ママチャリの旅。あ、すごいな。疲労たまりそうな旅だな。嫌ですね。嫌ですね。東京住まいなんですよ。ね、このメンバーは。はい、で、まあ、ママチャリでね。九十九里浜まで行こうぜっつって千葉です。そう、で各地のね砂浜で野宿しながらひたすら北上していくとか、目指すはリアス式海岸、はい、うん、こちらを目指そうと、うん、でとりあえずまあまあ持ち物の分担とかをね電話でこう話し合って、うん、でもうどうせお前暇だろうっつって明日から行っちゃうかみたいな、うん、まあそんなノリですよね、はい、行きます。とりあえず午前の11時頃に出発、うん、記念に使い捨てカメラで写真を1枚パシャリ、うん、で、歌舞伎座とかね、はい、こう東京の、まあ、こうチャリでね、うん、こう行ける要所要所道中をこう、ね、写真撮影しながらですね、はい、東京を無事に脱出できたのが午後の3時ぐらい、うん、急遽決まった、うん、もうそのなん雑な計画なね、うん、まあ言ってみたらチープな旅行だったので、うん、まあ早速1日目から問題勃発するんですよ、はいはい、夜の8時、うん、千葉県の四つ街道に差し掛かったあたりでですね、はい、道が分からなくなるんですよ、うんうん、なるほど。 Y がですね用意してきた地図見たんだけども、はい、Y がねもう23区のマップ持ってきやがったんですよもうどこ行こうとしてたの。まあ揉めますよ、揉めに来てるんで。こんなの行く場所はだってね千葉なんでしょ。で千葉県の地図は載ってないじゃないですか。載ってないでしょ、はい、それはもちろんね。で、まあでも Y ってこういうタイプなんですよ、うん、まあ結構ね付き合いもあるんですけども、うんうん、まあまあまあこんなもんだろうと。でもう仕方ないからこう人に聞いたりね、はい、コンビニでねお金ないからさ地図買われへん、うん、コンビニで地図見たりしてなんか、ね、はい、こうね行けばいいやっつって、うん、笑って済ませたんです。ああなるほど。まあというかね
まあもうこの天然が度が過ぎてるからいつもね。可愛い。なんだよお前みたいな。そういうキャラクター。いやお前から誘ってきたんだろみたいな感じで。まあまあ全然ね。ちょっと笑いに変えてこうみたいな。雰囲気はね。うん、これが恐怖の道へと迷い込む原因となるとはその時誰も思っても見なかったんですね。地図が分かん、道が分かんないから変なとこ行っちゃうよこれ。コンパス持ってきてます。おう。ね、そのコンパスを頼りにひたすら東へ、はい、いやむずね、むずいわ。なんかもう旅としてのでも四つ街道からもうちょっと奥の方行ったらもうコンビニもないんですよ、はいはいはい、で夜になったらガソスタもね、うん、営業時間終わっとると、はい、道聞けないじゃないってなって、危ないやね、これ分かんなくなっちゃう。でも進むんです。不安に思いながら進んでいると、うん、青看板の道路表示で 200m 先で旧丸々道にぶつかって右折すると八日市場というところに向かえると。八日市場、はい、でこの八日市場、大学の友達の実家があって聞いたことあるんですよ。なるほど。で場所も大体聞いてて、九十九里の北の方だよって言ってたんです、うん、友達が、はいはい、あなるほどと、九十九里の近くだなっつって、うん、でも意気揚々とねこのね、まあ、旧丸々道をこう右折するんですね、はい。でこの旧丸々道上り坂ばっかりなんですよ。まあ大変だね、ママチャリには辛いと。めちゃくちゃ疲れるよ、ね、で時計を見ると9時を回ってる、はい、もうちょっと体力的にも精神的にも余裕がなくなってきた、うん、で判断力も薄くなってきててね、うん、Y 字があるともう看板も見ずに太い方行くべーっつって、あーダメだ行くしようっつって迷うやつだな、これは。気づいたら車通りもなくなってますよ、はい、で両側は林でもう家もないんですよ、はい、街灯と街灯の間隔も広がってもう明かりそのものがなくなってると、はい、自転車のこの明かりだけ、はい、ここのね前のとこね。で直前のあの Y 字という方に入った、この Y 字からもう40分以上走ってて、お走ってるね、これはちょっともう引き返すにもしんどいなんで、うん、でたまにですよこう空を見ると成田へ向かう飛行機が飛んでて、あでゴーってジェット音もねもう聞こえる中、うん、まあまあその音がね不安感を払拭する手伝いは多少してたかもしれないんですよ、ね、なんか誰か何かがいるみたいなね。こういう状況での文明の音ってさ、うん、ちょっとなんか安心じゃない、一人じゃないみたいなことをちょっと思うよね、うん、さらに40分走ります、うん、それまでねあのクラスの〇〇女の話とかね、はいはい、してたんですよ、うん、で可愛くねみたいな言うでしょ、それはもちろん言うでしょ、そしたら Y がですね急に真面目な顔になって、おこの道やばくないか、なんか狭くなってきた気するんだよなみたいなこと言うんです、はいはい、まあ確かに Y の言う通り、うん、幅も狭いし道の舗装もね、だんだんされてなくなってきたと、うん、で、俺気づいたんだけどさ、うん、途中から全く道路標識とか、なんか看板とかないんだよな、うん、おまけに車が全く通ってこないだろこれ、うん、やばくないか、あっさ、何分走ってんだよこれ、ずっと直線で長すぎだろこれ、交差点とかあるでしょ普通、まあまあまあ言われた通りですよ。そうね。ね、うん、不思議に思ってたんです。うん、で、自分はね、基本的に、楽天家なんですよ。はい。基本的に考える、こう、気楽に全部物事を考えるタイプなので、うん、指導とかじゃないのって。でも、こんだけ長い一本道が行き止まりってこともないしな。うん、ああ、こっちの方の道なんてこんなもんじゃねえのみたいな感じで、軽く返したんです。はい、うん、そしたら Y が、ちょっと語気強めに。やっぱりこの道おかしいって、民家もねえし静かだろ、大体飛行機の音って最後いつ聞いたよ、感覚空きすぎだろこれ、うん、道路が荒れてるからかもしんないけどさ、ペダルも重いんだよ、つうか重すぎないこれ、うん、まあそう言われるとそうだとおかしいんですよ、うん、確かにそこそこの頻度で聞こえてたゴーって飛行機の音、うん、聞こえない。あ、なるほど。で坂道多いっつったけど、うん、この道はずっと平らな道なんですよ、はいはい、ただペダルが重いんですよ、ね、おかしいよね。で、もう同意するのもなんかね、もうちょっと一回最初にさ否定してたから、うん、なんかちょっと尺だなと思って、はい、いやさ両側が林なんだから民家がないとかも当たり前でしょ、うん、もしかしたらまあ俺らが見落としてるだけで民家とかもあったかもしんないしさ、ね、飛行機っつったかってさ、もう夜中に近くなっていた、夜だったら本数減るでしょ、うん、もう11時回ってるんだよ、うん、
でさすがにこんだけ走ったらさ足がパンパンだからそれペダルも重く感じるしな。うん、まあちゃんとね、うん、正論ですよ。それはみたいな。わよ納得しない。いや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 。まあなんかね、うん、感じですよ。はい。でひたすらまっすぐの一本道を1時間半以上も走り続けます。そんなに？でもう周りも暗くなって急に不安になってきたんで、はい、とりあえずさ怖えしなんか歌でも歌わない？ね？まあ、それはねよくある案ではありますよね、はい、これは。とりあえずね流行りの J-POP からいきましょう。なるほど。ね、当時だと何だったんだろう。スピードあたりいっちゃいます？まあ時代背景的にね、そうだったのか。ずっと忘れない離れても。なんでマイグラデュエーションなの？いやあるでしょ、ボディ&ソウルとか本当にーっつってね、うん、いや何の卒業なのあの日くれたチョーカーみたいなことをなんでここで言うのそれはとかとかまあいいよ、うんうん、小さい時聞いてたアニソンとかね、あまあまあそれは元気勇気みたいなねあるでしょ、ありますよそれは、ね、あのエスパーマミのね、はいはいはい、テーマ曲とか歌うわけじゃないですか、刈上げくんの曲とかね、刈上げくんテレレ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 刈上げくんって歌うわけです。ちょっと刈上げくんのテーマ曲は存じ上げません。あったんですよ。あ、そうなんですね。昔刈上げくんの歌ありました。つーるりつーるり、ハゲマルの歌は元気出るよそれは。つるせこなんだから、うん、で、はい、Y もですね、こうアニソンを歌ったらすごい元気になる。あ、いいじゃない。で、2人ガンダム好きなんですよ。ああ、なるほど。でガンダムを歌ったらね、はいはいはい、もうテンションね、うん、マックスですよ。いいじゃないですか、ね、はい、ここはあえて森口博子の F91 歌いましょう。わー、マニアックですね、いろいろ曲はありますけども、F91 いきますよ、はい、で Y のね自転車をこう漕ぎながらですね熱唱する姿がちょっと面白いんですよ、うんうん、ね、もう無理から元気出すみたいなまあ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 。でそのねカメラ撮ってきたからそこカメラでね、はい、こう Y の姿をバシャって撮ったりやめろよみたいな、はいはい、でこのね魔女っ子めぐちゃんをですね二人でねもう大声で歌う頃にはもうテンションマックスでうわーみたいになって坂を登り切りますよ。登り切ったら20メートル先です。白い服を着た女の人が道の左側を歩いてるんです。人がいた。はい、なんかこの女性の後ろ姿なんですけど、はい、白い服着ているためか暗い道にもかかわらず、うん、めっちゃ目立つんですよ。なるほど、はい、でうわーみたいな、うん、それまでね魔女っ子めぐちゃん歌ってるからそうです、ね、ちょっと恥ずかしいじゃん。熱唱ですからね、ええ、僕も経験はあります。車の窓全開でロマンティックあげるよ、ね、うわ歌ってたら隣にあの、うん、車がね、止まって、それに気づかず、ロマンティックあげるよ。うわ、いやいや、もらいたいよ、その人は。くれるんだと。あ、ロマンティック、ロマンティックもらえるのかな、この人からみたいな。あれ恥ずかしい。本当に勇気見せてくれたらと、なりますけど。恥ずかしいみたいなね、はいはい。で、私はですね、Y に、あそこに人が歩いてるぞ、つって。はいはい、みたいな。で、右斜め後方走って Y も恥ずかしいからさ。うんね、女性と反対側の右側の方にね、はい、こう行くことです。で、その女性。なんかデビュー当時の聖子ちゃんカットみたいな、ほうほう、はいはい、ヘアスタイルでですね、うん、白いロングスカートを履いてて、うん、レースが入った長袖のブラウスを着てるんです。はい、なるほど。え、ちょっと古ないと時代なんかね、うん、なんかでも綺麗な格好やから、うん、結婚式の帰りとかかなみたいな。なるほど。でちょうどこの女性の脇を通り過ぎる時、うん、Y にですね道聞かない、うんうん、こんなとこ歩いてるってことは地元の人でしょ、でしょう、うん、で Y はですねええみたいなちょっと困ったような顔するんですよ、うん、でもまあまあいいやつって即 U ターンして、うん、で綺麗な人だったらちょっといいなみたいなね、うん、でその女性にですね海岸に出たいんですけどどう行ったらいいですかって聞いてみた、うん、綺麗なんですよこの女性。そうなんだ。可愛いというタイプではなく綺麗系のタイプね、顔をしてると、うん、はい、でそれ私はですね服装と髪型が似合ってないなと、うん、でも綺麗だなと、うん、この子と話し込みたい、うん、でも俺らブサイクだから相手にされねえかなみたいな。あ、いいですねこの劣等感にまみれてる感じが。で下心満載でですね、うん、かなりジロジロ見てたかと思うんですけども、はい、表情がなんか浮かない顔してると、暗いんですよ。はい、
あ、警戒されてるみたいなね、ちょっと心配にもこっちはなってきて、うん、なかなか返事を返してくれないんです、うん、ちょっと間がありますよね。で彼女はですね、進行方向をゆっくり右手で指さすんです、うん、視線の端の方で Y がですね、一踏みほどペダルを漕いで、はい、少し進んで止まったんです、うん、そしたら彼女がゆっくりと口を開くんですけど、うん、突き当たりの T 字を右に行けば海に出ます。蚊の鳴くような細い声でですね、ゆっくりポツポツとこう返答が返ってきたんです。はい、怖いんですよこの喋り方。なるほどね、うん、で声が怖いんです。でこの彼女の口、妙になんか怖いんです。この口元というなんか開き方とか喋り方というか。でこの時やっとこの彼女がここにいることに対しての不信感が湧いてくるんですね。うん、車は通らない、民家もない、自販もない、彼女しかも手ぶら、もうすぐ夜中の12時ですよ。女性の一人歩き、ね、この現状に何か理由が欲しいと思ったのかもしれない。彼女は体が透けてないからおそらく生きている人間です。幽霊とかじゃないのかな、私は幽霊は体が透けて見えるものという先入観があったので生きている人間と判断しました、はい、故に彼女はですね、もしかすると男性に襲われ、うん、捨てられたんじゃないかと。なるほど。ね、そういうストーリーを考えつつ、うん、でもおかしいな、髪の毛も服装も乱れてないな、うん、ああなるほど、彼氏と喧嘩して置き去りパターンじゃないみたいな、うんうん、で道知ってるってことはやっぱこれこの道進んだ先にこの子の家があるはずやから、うん、あ多分そうだと。だから落ち込んでる彼女、これね、彼氏に置き去りにされたから暗いんだと。うん、だからとりあえず大丈夫ですかってこっちから声かけたんですよ、まあ、の、うん、でも無視ですよ、はい、で振り返ってみると Y の自転車がゆっくり進み出してるんです、うんうん、そしたら彼女がまたねゆっくり口開きます。右です、右に行ってください、右、はい、はい、その瞬間、うん、Y の引きつるような声が聞こえたんです。 Y どうした？ Y ね、急に自転車が加速するんです。え、ね、慌てますよこっちは。で彼女にありがとうございましたってね礼を言って全力でこの Y を追いかけるんです、はい、そしたら後ろ気になったんで、うん、後ろ振り返ったんです、はい、50m ぐらい、後ろにですね彼女いるんですけど、はあ、なんか笑ってんですよね。笑ってんの、うん、微笑むというか、ほう、うん、なんかで彼女のねこの微笑みを見て、あ、笑ってくれたと。あ、で安心してですね、はい、ありがとうとね感を大きく手振って、うん、で Y はですねもう遥か前方走ってるんです。ほうほう、おそらくこの Y なんですけど、うん、この彼女が幽霊だと思って、うん、怖がって、うん、怖がって、うんうん、ね、怖がってバーって走ってんだなと思いつつ、はい、でもう早く追いついてからかってやろうと、うん、全力で追いかけるんですけどなかなか差が縮まらないんですね、うん、このチャリのね、うん、この追いかけ合い10分ぐらい続くんですよ。そんなで10分は走ると Y 疲れてきたのか、うん、もうちょいで追いつけそうになるんですよね、はいはい、で前の方、このチャリのライトに照らされてる前の方をよく見ると、うん、彼女が言ってたあの T 字路があったんです、うんうん、で T 字は右が下り坂、左が上り坂なんです。なるほど。で正面に看板がありまして、左に行くとゴルフ場だと。ほうほう。で3メートルぐらい前を走る Y に、右、そこ右だってつって、うん、で Y はですね振り向かずに、あー、そっちがいい、右だ、右にしようって言うんです。うん、ん、そっちがいい、何言ってんのあいつは。返答に疑問を抱くんです。確かに彼女は T 字を右って言ってた、声は小さかったが、はい、あの音のない場所では Y にも彼女の声がちゃんと聞こえてたはずなんです、はい、で Y はですね T 字を右折しながら振り向いたんです、うん、視線が私から私の後ろへずれていく、振り向いた顔が一瞬こわばるんです。え、 Y がですね、うん、うわーって叫びながら坂道を下っていくんです。みんな声出されたから暗闇で、うん、めちゃくちゃ怖いじゃないですか、はいはいはい、で私も T 字を右折しながらですね振り向いたんです、うん、何もないんです。うーん、私も振り向いたまま自転車は坂道を下る、はい、T 字の街灯の光に何かが入って左の方へ抜けたんです。はい、なんや、影かな、うん、
何あの透明みたいな、うん、なんかあの感じ、何何や分からないんですよ、うんうん、なんかイノシシのような形をしてるんですけども、なんかねこう光ってるというか、その形で空気が歪むというか、でこのわけわからんこのイノシシみたいな、うん、イノシシみたいなこれがですね、滑るように左の方を駆け上がってくんですね。へー、でこれ見えたの一瞬なんです。ほう、で私も全力でチャリを漕ぎまして、怖い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 、幽霊見たみたいになって、うん、で、あ、なるほど、 Y が見てびっくりして逃げたのはこれ見たんやと。なるほど、透明のね、なんかね、うん、そういうね、うん、で、私がですね彼女と会話してる時から、もしかしたら今のがね、うん、そばにおって、ね、こっち狙ってたんじゃないかと、はいはいはい、で彼女に話しかけた時にそこにいるから、うん、彼女に取り付いてたものなのか、うん、だから彼女はテンション低かったのか、言動がおかしかったのか、うーん、まあ一気にね今までのことを理解した気にはなってたんですよ、うんうん、勝手に。なるほど、で体が震え出してきて、でその時急にペダルが軽くなったんですよね、うん、で目の前に広い道路と交差する十字路があるんです、はい、で交差点にラブホテルの看板がありまして、うん、左折で1キロと。で Y がですね、なんかちょっと怒ってんすよ、で怒りながら、おい、もうラブホ止まるぞ今日、どうしたよ、はい、で二人同時にね左折するんです、はい、で上り坂なんですけど、うん、なんか電動チャリぐらい軽いんですよ、ペダルが。不思議だね。でラブホの駐車場にですねママチャリを2台止めて、はあ、で、こうカバンをねこうロープでくくってたやつもって取って、はいはい、ラブホに飛び込むんですよ、うん、で受付男性がいまして、うん、自転車旅行中に体調が悪くなったので止めていただけないですかって、お金はありますからっつって、うん、で受付の男性がですね、自転車っつって、赤いねみたいな、うん、でハハッつって笑いながら、うん、まあ男同士はね、まあダメだけど、まあ今日は特別だ、あ、これね止めてもらえる、5800円でどう、うん、ね、うん、心よく OK してくれて、うん、で2900円ずつ払いまして、はいはい、で男性がですね布団一式と目覚まし時計用意してくれて、うん、で特別にこれ空いてるからさ一番高い部屋泊まっておいでよ、あ、いいじゃない、ね、で最上階にあるめちゃくちゃいい部屋通されたんですよ、うん、はいはい、で受付の男性がですね、うん、部屋を出るときにビニール袋を置いてきたんですね、はいはい、これはやるよ、あとさ、うん、好きな時間にチェックアウトしていいからな、うんうん、え、何何何で、うん、ビニール袋の中身見るとね、なんだろう、缶ビール、おーおーおー、500のね缶ビールが4本あらららら、菓子パンがねいくつか入ってるんですよ、うん、そう、粋な、めちゃくちゃいいね、すごい計らいがね、で、うん、ホテルの部屋行くんですけども、はい、明るい日ね、この光に当たったこの Y の顔色が真っ青というか土黄色してて、うん、で、表情はちょっとなんか怒ってるというか、うん、さっき怒ってたのね、はいはい、で、まあ、とりあえず部屋入って、うん、ね、ビールをね、こう開けてうびっと飲むんですよね、で、このビールを一口飲んだら落ち着いたのか、うん、なんかね、この Y がですね、うん、今まで溜まってたものを一気に吐き出すかのようにまくし立てながらね、うん、言うんですけども、お前だよ、お前が悪いんだよ、何考えてんだよ、信じられない、お前バカだな、お前のせいだからな、これ全部、ちょ意味が分かんないんです、聞くわ、意味が分かんないんだけど、うん、まあ、あの女のことだろうなと思ったんです、うん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 、だからね、だってあんなのいるなんて知らなかったからさ、うん、あの女がみたいな感じでこういろいろとね説明しようと思ってたら、うん、はいはい、Y がさらにですねちょっとまくし立ててくるんですよ、女は、なんだあれ、ババアだったか、ババアのおばあちゃんか、それとも単なる黒いボロのかぶった普通のおばあさんか、いや普通のおばあさんがあんな速度で追いかけてこれるわけねえからな、お化けか幽霊か、つうか人間の形してねえからな、あれ、あんな何だかわけわかんねえものに声かけるなんてお前気狂ってるわ、おまけになんだあれの声、左だ左だって叫びやがって、あれの声が響くたびにこっち頭が割れるように言ってんだよ、あそこで右に行ってなかったら絶対殺されたからな、つうかあれに食われって、お前がやらなかったのはあそこで右に曲がったことだけだよ、それだけだよお前、ガン切れ、何、あと謎のワードが、ばあさんがとかなんか何よ、でビールをグビ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 っつって、うわ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 、ババア黒いボロ布、うん、って言ってるね、左だ、うんうん、意味わからないっすよね、意味わかんない、ね、で
私が見たの整理します。はい。白い服を着た若い女性です。そうでしょ。しかも消え入りそうな声で右ですって言ってた。うん、右って言ってたね。おまけに彼女かなりの美人。はいはい。目だってさ、あれどんな目だったのか思い出せないんですよ。あれ二重一重、えあれ鼻はんどんな形、口もわかんない。もう服装とか髪型を思い出せんのに顔 が, 顔が思い出せないんですよ。おかしいですよ、うんうん、あんなに綺麗だっつってジロジロ見てたの。そうでしょう。もしかして彼女も。いやそんなわけない、だって彼女透けてなかったから、うん、ね、うん、あんなにはっきり見える幽霊っているわけがないと。あまあ頭錯乱状態ですよね、うん、でこの錯乱している頭で考えはします、うん、Y が見たのは黒い何かで、私が見たのは彼女だった、うん、Y には黒い何かが左と言っていて、私には彼女が右と教えた、うん、左へは黒い何かが駆け上がり、はい、右に来た私たちはラブホで今ビールを飲んでる、うん、もしあの時左に行ってたら俺らどうなってたんだと、うん、まあ分かってるのはこれだけ、はい、でもねこのことを Y には言ってはいけないような気がしたんです。うん、でまあその間もねあのビール飲みつつ Y はですね罵声を浴びせてくるんですけど、うんまあはい、ごめんごめんごめんねごめんごめんしか言えないですよ。謝るしかないんでね、うん、そしたらまあひとしきりねこう言い終えたのか、はあ、風呂でも入るかみたいな、はいはいはい、でね最上階のいいラブホのホテルなんで、うん、でかいんですよ。ああでかいでしょうね、こういうところ6人ぐらいで入れるぐらいの風呂で、すごいね。でビールとですね、持参したウイスキーを持ち込んでですね、もう2人で酒飲みながら入ろうぜっつって、はい、でこのウイスキーダルマというね、うんネーミングのウイスキーなんですけど、このダルマが空になるまで湯船に浸かったんですよ、はい、まあまあ2人ともね口には出してないですけど一人になるの怖いからですよ、うん、なるほどね。で風呂から出まして、まあ泥酔ですよね。まあ気づいたら寝てます、うんうん、朝はいはい。でこっから後日談になります。うん、はい、はい。次の日 Y はすごく元気が良くてですね、うん、もう朝一からエロチャンネルを見ながらはしゃいでるんですね。なるほどね。早く海見てえなーって言ってるんですよやる気満々で見てるくせに、うん、でラブホを飛び出すように出てですね、はい、我々は海へ向かいました、うん、旅行中私は意図的にあの時の話はしませんでした、うん、結局旅行はですね茨城県の大洗海岸まで数日かけて行って、そう、ね、で4泊、行きと違うルートで東京までまた何日かかけて帰ってきました、うん。そして旅行の3日後、現像に出した写真ができたよと Y から連絡があって、うん、まあ思い出話をですねこう一緒にするためにファミレスでね待ち合わせしたんですよ、うんうん、で私は自転車のルートを一緒に確認したかったので関東のマップを持参していった、うん、私たちは写真を1枚1枚こう撮った場所をこのマップで確認しつつ、うん、あの時お前あれだったよなみたいなこう話しながら、ね、うん、やってたんです、うん、でこう写真をめくるたびにあの時の恐怖がこう鮮明に思い出されていくんですよ、はいはい、でこの千葉駅付近のパルコ前で撮った写真、うん、でこの写真をめくると次の写真はあの時の Y がですね大声で歌っている写真が出てくるはずなんです。記憶通りでいけば撮ったって言ってたよね確かにその時ね。そう、うん、ここまで来たら次はあの写真が出てくるって、うん、もう分かってるから、はいはいはい、ちょっと手震えてるんですよ、うん、で写真をですよねこうね、Y がなんだよ、お前何してんだよってこうペッてめくるんですね、前、うん、そしたら次に出てきた写真、朝、ラブホの前で満面の笑み Y なんですね。で、うん、引きつった笑いをしてる自分のこのね写真が出てきたんですよ。はぁ、あん時の写真がない。なんでない。で、Y にですね、あの時の写真がないっていうのを、うん、ね、告げたんです、Y は、うんうん、あの時歌ってた俺、何言ってんのお前って言ってくるんですよ。覚えてないの。1日目の夜中に道を聞いて怖い思いしたやろ、うん、はあ、したじゃん、うん、確認したんですけど、うん、いやしてない、えー、いやいやいや千葉県内のね、うん、こうね
内陸のページをねこう広げて、ね、いやあの時この辺りから道迷ったのよっつって、うんうん、でねこの道迷って入ってった道がですどうもおかしかったと、うん、で地図上の距離これねこう確認したら短いんですよ、2時間ぐらい走ってたよあの時、うん、で短いんですよ、はあ、おかしくないってなって、なるほど、でそんな私に Y はですね、うん、いやつうかさ1日目に道なんか聞いた覚えないんだよな、いいえなんで覚えてないんだよ、うん、で地図をですね Y に向けて説明するんですよ、はい、この辺りでお前の地図を見たのが8時ぐらい、この旧丸丸堂に入ったのは9時ぐらい、ここは覚えてるか、うん、ああ覚えてる覚えてる覚えてる、で使えない地図を持ってきたことを笑いながら謝った、うん、ね、はいはい、で私はさらに続けるんです、でラブホがあったのはこの辺や、うんうん、ラブホに着いたの何時やった、あ確か12時回ってたよな、ね、いいか、俺らはこの距離を3時間、何してんだよこれ、うん、おかしくない、うん、1時間で行ける距離3時間かけて走るって相当遠回りしないとないね、うん、無理やぞと、うん、その間のこと全然覚えてないの、なるほど、いやいやお前ラブホで俺にめっちゃ切れまくってたやろと、うん、いいからちょっとお前写真のネガ貸せネガ、うんうん、ね、フィルムなんでね、あるよね、使い捨てカメラなんでね、うん、で Y はいや俺3時間も何やったんだろうな、お前に切れた俺みたいな、覚えてない、なんかすっとぼけてる様子はないんですよ、あ、なるほどね、で写真のネガをですね取り出して、はい、でこのネガね渡されたから窓にかざしたんですよ、うん、そのネガ不自然なところがあったんですよね、不自然、うん、パルコ前での写真とラブホ前で撮った写真、うん、その間に空白があるんですね、1枚、ほう、1枚分だけなんかねこう全部光で飛んでしまったのか、綺麗に真っ白なんですよ、はあ、あの日私だけが見た、うん、あの彼女の姿、はい、そして Y だけが見た黒い何かの姿、さあ、そうかそうか、あの日の出来事を立証するものは Y が持っているこの1枚分観光してしまったネガと、はいはい、うん、私の記憶のみになったんです、あれから7年経ちました、先日結婚式で久しぶりに Y と会った、うん、二次会であの日の話題を出したけども Y の記憶封印されたままだったんです、マジか、以上です、はあ、はい、不思議話でしたね、記憶が、Y と主人公で全く違う、違う、見えていたものも違う、違う、でもそのこと自体をもう覚えてないっていうところなんでしょう、どこからか分かんない世界線、異世界みたいな雰囲気のところに入ってしまって、そこをさまよっていた時間だったんでしょうかねっていうのをちょっと思ったりはしたけども、自分にやめていたのが若い女の子でしょ、うん、時代背景は古いけど、うん、白いワンピースみたいなの着てて、うん、だけど Y 曰く、おばあさん、うん、で黒い何かを、黒いね、うん、ローブみたいなのをまとってまとったローバー、うん、なるほど、だからまず惑わされたこの異世界のこの道路、はい、うんうん、異世界道路に迷い込んでしまって、うん、まず惑わされてたのは自分ですよね、うん、主人公が ねだってずっと長い時間一本道を走ってたっていうところだよね、でも右って教えてくれてんのか、ああそう、途中で T 字路になった時に右ですと、右ですってことを言って、で実際その右が正しかったことは正しかったんだよ ね、でも Y が聞いてたのは左でしょ、うん、そう Y はだから左で、後ろから追いかけてる主人公が右って言ったから右に行った、そう、そっか、そういう考えがあるかみたいなので右に行ったんだよね、じゃあこの若い女性に見えてた黒い老婆は、うん、いいものなんかな、若い女性の方はいいやつなんじゃない、だからその透明のやつ、はいはい、透明のやつ、ね、透明のやつが悪いやつだ、うん、だと思う、きっとだ透明の悪いやつが左左って言ってた可能性もあるね、うん、なんか上に登ってくるところでしょ、登ってけ、多分そこはまあその後その奥がどうなってるのか分かんないけど、うん、
まあ、もっと迷い込むようなところなのか、うんうんうん、命を取られてしまうような怖い場所につながっているみたいな、うん、だからこの T 字がデッドアライブだったんです。ああそうだね、そこで右に行くか左に行くかみたいな、うん、ここで分かれたんでしょ。そうね、でこれ右行けたから異世界から出れて、はいはい、そういうことだよね。あのラブホの男性の店員は何も知らないんですよね。ラブホの店員はただの粋なやつでしょ。ビールといつでもチェックアウトしていいよ、はいはいはい、困ってる、うん、ね、若者だろ、うん、ゆっくりしていきなっていうところでしょ。あの我々がね、はい、千葉で行った旅不思議のラブホテルのおばちゃんみたいな、ね、まさにね、その男2人でラブホテルに泊まったっていうシーンの時にね、はい、僕たちも旅不思議っていう企画、あれも千葉だったもんね。あれも千葉、泊まるところがなくて大変だった時の思い出しましたわ。しかもね、結構そっちの方っすよ。ああ場所、うん、なるほどね。でオロゲと3人で、そうですよ。で誰がその交渉しに行くかって言ってね、じゃんけんやって負けたのが、俺が負けるんですよ、じゃんけん。でフロントの老婆に向かって、そうお願いしに、おばちゃんにね、おばちゃんにお願いしにって、へ、男同士しかも3人何いやだから事情説明してちょっと撮影でみたいな、そうね、うん、ちょっと急に急に泊まるとこないんで、うん、ちょっとお金はありますんでって、同じようにお金は払いますんでちょっとお部屋の方借りないですかねみたいな、そしたら同じですよ、内緒だよね、そう粋なおばちゃんだったねってね、なんか心で思ったの、そうそうそう、すごく助かったの覚えてるから。でね、臨場感あるね、この話は。部屋入ってからコンビニに買い出し行きゃいいじゃないみたいなね。そうだ、おばちゃんに教えてもらったのに、そのラブホが一家入ったら金払わないと出れないタイプのホテルだった。そうだった。そうだった。思い出した。出られへん、出られへんかい。もう持ち込んで入んなきゃダメなタイプだったんだ。だからフロント電話してね、おばちゃんに。すいません。逃げないんです。手間かかる客来たねーって多分ね。でもさ、次の日の朝さ、うん、なんかこうね、こういう番組で、うん、みたいな説明したらサイン書いてよっつってね。あ、そうだ。俺らそこのホテルにサイン。サイン書いてあるんですよ。おばちゃんが捨ててなければ。捨ててなければそのラボには七不思議のサインが置いてあるんですよ。どこだか全く覚えてない。なんとなくこの辺だ、この辺っていうか。海よね。海やったよね。海のそばやった気するぞ、あれ。だと思うけどね。覚えてないのね。そのホテル名だけでも覚えとけよかったなってちょっと思うけどね。だからちょっと聞きながらだけど、俺もその時の旅不思議のこと自然と思い出しながら、そんな回に自分が巻き込まれてたら怖いよなとか思った。で、迷ってたどり着いた時のホテルってすごく心が休まるものなんだなってことは実感として残ってますね。でそういう時に出てくるそのラブホのさ、うん、方ってすごいいい人ですよね。優しい人情しみるっていうのはこういうことなのここで突っぱねられたらもう嫌な思い出なんだけど、ね、そうね、大丈夫だよ、うん、ありがとうっつって ね。テトマンどうでした。いやなんかこの Y とあと自分が見てるものが違うというか、どちらかっていうと Y の方にもう怪異が起こってる、うん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 、むしろ自分はなんかその助けてもらった、なんか微笑んでたみたいな、そうだよね、笑顔も見せていたんだよね。そうね、だから Y の方がもう完璧に惑わされてて、老婆に見えて、そうだよね、怖いものに見えて、うん、記憶もなんか飛んでてみたいな、うん、そうね、なんかどっかでその分岐があったのかどうか、人によってね、その見えるものが違う、ね、っていうことはあるしね、あるだろうけど、ね、でもどっかでそのめっちゃ惑わされたのとちょっとだけ惑わされたみたいな、うんうん、なんかその、うん、ここでの分岐もあるはずよね、トリガーがどっかであるはず、何をやっていたか、うん、でも本当些細なことなのかもしれないよね、うん、もしかしたら。でも助かってよかったよね、まあ、結果はね、うん、なんかすごく怪我をしたりとか、うん、Y がその後不幸になったりとかっていうパターンの話がこういうの多いですけど、うん、まあ、無事記憶が違う、記憶の相違があるだけど、うん、今もそのことは覚えてないけど、うん、あの時の俺たち何だったんだろうでとどまってるからね、はい、まあ、後味は、まあね、悪くない方の話なんじゃないですかというような、はい、形で今回お届けしたのは Q〇〇堂でした、はい、どうもありがとうございました。
お疲れ様ですと。お疲れ様です。先日なんですけども、はいはい、心霊スポットロケの場所を提供してくださいました会社のですね、はい、チルハビットさんなんですけども、うん、モバイル C 社の会社なんですね。でいくつかサンプルもらったんでちょっと試してみたんですよ、はい、そしたらねこれすごい良くてですね、はい、で今回チルハビットさんとコラボという形でですね、うんうん、いろいろさせていただく形になりまして、はい、1ヶ月限定なんですけども豪華特典付きキャンペーン開催ということで、素晴らしい。チルハビットさんのこの C 社購入された方にはですね1000円オフクーポンと七不思議スペシャル画像をプレゼント。さらにですね今僕らがこれ着ております、これですね、これ T シャツですね、復刻版となっておりますけども、これいいでしょ。はい、このコラボ T シャツ抽選で5名の方にですね、なるほど、当たっちゃいますよ、素晴らしい。これなんですが実は登録者20万人記念の時のデザインなんですよ、ね、ちょっと懐かしいですよね、カンヌ見てみたら MFSG ですね、はい、この T シャツなんですが今もう手に入らない激レア品でございまして、そうなんだ、そこにチルハビットさんのロゴも入っちゃうよみたいな、そう、上の部分ですね、はい、ここね、こちら復刻版コラボ T シャツとなっております、はい、で、実際にですね今この、うん、僕の手元これ C 社あるんですけども、うん、手のひらサイズで、なるほど、ちっちゃめで、そうなんですよ、うん、で持ち運びもできますし、なんかねちょっと見た目もおしゃれじゃないですか。そうですね、うん、で、これ味がですねいくつかありまして、まあ、甘い味からおメンソールの味いろいろ揃っておりましてですね、うんうん、これもう電源もないんですよ。あ、そうなんだ、はい、でこれマウスピースこう入れまして、はい、これもう普通にねこんな感じでめっちゃ簡単に吸えるじゃないですか。どうです、匂いとかなんかね、喫煙者じゃない人、いやでも本当隣からはもう、うん、これ吸われてても本当にノブの中年の匂いしかしてこないんで、中年の匂いはするんです、それはする、うん、意外と匂い気をつけてんだけど、こっちは大丈夫、あ、こっちは大丈夫、こっちは大丈夫だった、中年の匂いはする、匂いはする、あと任した、いや任したじゃない僕も逃げるでこちらなんですけども、はい、あの本当にね味はいろんな味僕試したんですけど、はいはいはい、やっぱりその中でもお気に入りがあるんですよ。お、なるほど、はい、今これ僕あのレモンポップという味してるんですけども、なんかちょっとおしゃれな感じが、なんかこう爽やかなレモンのね、風味が楽しめるようになっております、はい、でこちら1ヶ月の限定キャンペーンですのでこの機会をお見逃しなくと、チャンスですよ、ね、はい、で商品やキャンペーンの詳しい情報はですね概要欄の URL からご覧ください、よろしくお願いします、はい。